ヤホスクリスです。はい、今回はね、ふとあごひげとかけのチャモさんが爪がね、割と伸びてたんで、爪切りをね、初めて挑戦しました。まあね、結構ね、ビビりながらやってたんで、時間はかかっちゃいましたね。まあただ、チャモさんもね、めちゃくちゃ嫌がる様子もなく、おとなしくしてくれてたんで、スムーズにできたんじゃないかなと思います。それでは、行きましょう。はい、今回初めてだったんで、まあね、正直撮影にね、力を入れる余裕はありませんでした。まあなんでね、アングルは終始地獄になっております。まあね、爪の長さもこれじゃ分かりにくいと思うんで、雰囲気をね、味わう動画として楽しんでいってください。でね、先の方がね、鋭利になってたんで、その部分を平たくするような切り方をしました。まあ、流木とかにね、登るときに爪が引っかかるようにって感じです。はい、チャモさんもね、スタンバイできてます。はい、それでは早速切っていきます。で、爪切りはね、普通のものを使いました。丸型の方がね、なんか確実でいいかもしんないんで、まあ次のね、爪切りの時にはそちらも用意しておこうと思います。でね、はい、こんな感じでね、もうすごくおとなしくしてくれていました。まあなんでね、押さえつける様子とかも、押さえつける必要とかもなく、やりやすかったですね。はい、もう大丈夫そうですね。はい、もうね、全然ね、いいアングルで撮れてなかったんで、これで今日はね、終わりになります。まあ、短い動画なんですけどね、もっと慣れた時にね、どんな感じで切ってるかっていうのをね、動画にできたらいいなと思います。まあチャモさんはね、こんな感じで結構暴れない感じなんだなっていうのが分かっただけでも良かったです。もしよかったらね、チャンネル登録、高評価、お願いします。最後にこっちを見てますね。じゃあ、さよならしましょう。バイバイ。